合流いたしました。ちょっと聞いてみんな。同じところにニキビができたの。ここ見えるか。いや見えるか分かんない。やばくない？こんなことある？二人で爆笑したんだけど。でれーん。こんな感じでサウナがついているんです。春でーす。やばいです。じゃね。何を食べますか。今はもんじゃを食べようとしてるんですけど、はい、近くにもんじゃがない県についてですね。うん、まあ行き当たりばったりで行きましょうか。せやな。茅ヶ崎のご飯、乞うご期待。めっちゃ食べたいと思います。ジンギスカン、うん、大好きこういうとこ。乾杯。じゃーん、パンとレバーとジンギスカンでございます。キャベツとキャベツです。美味しそう。やばばば。めっちゃうまい。やばい。うまくない？うん、ね、やばいよね。俺もね、トマトさん、知覚過敏やばいよね。わかる？マジ、口元が食べれない。とにかくこれを、おいしい。マヨネーズっていうのが最高だわ。ここにさ、七味入れたくない？これで使ってやる。金だからね、全部うまい？どう？好き？普通。うん、やっぱこのまま持ってきて、これにキャベツが合うの。やばくない？タレ合う。これ食べる肉うま。今告白したよね。え？告白したよね。キメキメに大好きなもんじゃって。本当に好きなんだよもんじゃ。最高じゃない？だって隣だよ。さっきのところの隣にありまして2軒目が速攻決まったって。何の味かというと、メンタチーズもんじゃ。安定ですね。大好きなもんじゃ食べます。いただきたいと思います。今日はね、煙もんが多いらしい、こちら。黙々だよ、黙々。いただきます。もんじゃや、最高。あともう一軒でカレーライスできる。焼肉からのもんじゃ行って、
2軒行ってあっという間に夜になってしまいました。寒いです。クレープ食べたい。明日な。もう1軒行こう。今日は本当に食べれる日。なんでその棒読み。じゃあねー。今夜は長いぞ。お、来ました。1軒目と一緒のキャベツです。多分今日はキャベツに恵まれてる日です。乾杯。タラの芽の天ぷらと海ぶどうがめっちゃ食べたくて。ねえ、顔見てさ、疲れたんだけど。とんでもなく失礼。タラの芽が来ました。いただきます。ほん、うん、あ、今年初だ、タラの芽。今旬だよね、季節的に。違ったらどうしよう。めっちゃ恥ずいことどうなる。冬ですよ。山うどの天ぷら。もうね、私たちはこういうね、居酒屋ばっか来ます。高級そうなとこはないよね。こういうとこが一番落ち着けるんだよね。誕生日とか、うん、誕生日の時は頑張るよね。ちょっとおしゃれなとこ、うん。海ぶどう来たー。落ちる。いただきたいと思います。いただきます。おい、久々に食べた。 ASMR。 聞こえる？聞こえない。やる場所間違えてるよな。絶対間違えてる。はい、ただいま爆食い旅から帰ってきまして、今からお風呂に入りたいと思います。いつもね、一泊二日みたいな時はね、こういう風な無印とかで買ったものを持ち歩いて、こうやって大雑把に適当にぶち込めるだけぶち込んでいくんですけど、今日はクレンジングは、このシャネルのクレンジングに、洗顔は SK-2 で、化粧水はメタトロンで、その次にパックは大好きなダイシスのパックです。これ多分あと1枚。その次に乳液はダイシス、アイクリームはこちらです。9点の目代わりとかで入ってたおまけで、ボディクリームは私の大好きなバセリンのアドバンスレペラです。で、ヘアオイルはこれです。韓国のヘアセラムでございます。それではお風呂に入っていきたいと思います。はい、すっごいすっぴん、失礼いたします。あの、笑えないんだって。あのね、あのお風呂を2人で入ったんですけど、完全に一人用のお風呂なんですけど、二人でぎゅうぎゅうにクナイフの入浴剤をわざわざ薬局に行って買って入りました。ゆいひめ、すっぴん NG？ はい。あたしがこんなに不細工だというのに、すっぴん NG です。でね、これを二人でチルアウトしたいと思います。イエーイ。イエーイ。おやすみなさい。おはようございます。今日の朝ごはんはホットドッグと、これはコーンポタージュとバナナとミルクでございます。いただきたいと思います。おはよう。朝一だから顔がむくみマックスなんだけど。でも言いたいこと分かったっけ。あく
日本ってさ、マイルドだよね多分。あと日本のケチャップは最初みずみずしいのから始まる。なんかさ、水からのさ固形になるよね。はい、ご飯も食べ終わり、今部屋に帰ってきて準備して出るところです。イエーイ、楽しい2日でした。そうだね。今から家に帰ってまた遊びたいと思います。遊びます。たくさん食べた日でした。本当だよ、めちゃめちゃ食べた。多分明日ぐらいには太ってると思います。よろしくお願いします。じゃあ以上、食べまくり Vlog でした。Thank you. Thank you. Bye bye. Yay. 超ダサポーズ。ポーズが分からなくなった結果、これにたどり着きました。